アイヌ民族の人たちは樺太、千島、北海道に住んで、そして大きな移動もなく暮らしていた、そういう先住の民族であると言われております。明治4年から9年まで戸籍を作って日本人民にしてしまいます。アイヌの了解は全くありませんでした。そしてアイヌ語を禁止して日本人にならなさいと言って日本の言葉を話すようにしました。もちろん住んでいた家土地までも国有地にしてしまって、制御である狩猟、漁労、採取すべて禁止したという経緯がございます。イテキモコロ、イテキモコロ、これは眠るなという文です。モコロ、眠るの前に。おばあちゃんはやっぱり子供の頃アイヌ語を聞きながら育ってっていう、そういうおばあちゃんだったので、私が子供の時にはよくアイヌ語を日本語の中に単語レベルの話を混ぜながら話してたんですよね。言葉が大切だっていうふうに思えるようになったのは自分が子供を産んでからで、おばあちゃんがやっぱりやってきたように自分もやっぱり何か残さなきゃならないのかなって思ってるんですよね。成長していく中でアイヌ語を自分たちでどうにかしなきゃって思える子どもたちが一人でもできたなら、それでまたつながっていく、残されていくって信じてるから。私は1996年からスイスのジュネーブにある国連本部に参加をするようになりました。そこで世界の先住民族の仲間が私たちと一緒の同じようなことを言っておりました。よそからたくさんの勢力を持っている人たちが侵略をして征服をされて支配をされている。しかしそれでも私たちが自分たちの言語や文化をしたい。権利宣言を2007年9月13日の国連総会で採択することができました。本当に嬉しかったです。サランベニーニーニシコトゥリーサランベニセアホアホアホメレアという音楽ユニットをやってまして、いろんなポップスからクラシックからロックからエレクトロニカから結構いろんなジャンルの音楽をやってるんですけど、歌は日本語とアイヌ語と英語で歌ってます。意外に日本でもアイヌの文化とか言葉とか存在に触れる機会ってそんなにないので、イメルアを聞いたお客さんに新しい日本の多様性みたいなのは感じてもらえる機会になってるかなと思ってます。現在2020年オリパラに向かってですね、象徴的な空間が出来上がって、国立アイヌ民族博物館も出来上がって、世界の先住民族の先進国に例に倣って先住民族の権利宣言をぜひ国民の皆さん方に理解していただきたい。そして世界の仲間とまた日本の皆さん方と同じように胸を張ってアイヌ民族だと言って頑張れるような、そういう社会をぜひ作っていただきたいというお願いが私たちの今の希望であります。